こちら土方、そっちはどうなってる？もうちょっと化学調味料が強い方が俺は好きですね。いや、こっちの問題です、ていうか味の問題。おめえ張り込み中に何食ってんだよ。つかずるずるうるせえよ。さっさと持ち場に持っ上等だあの野郎。まさか二豚に心を読んでいる森様の神業。森様言うな。危険、離脱。意外と、おお、ダイナマイト。デコモリも参戦するっけ。ちさ、おお、プリティ。うるさいっけ。はっ、おい佐賀、公務執行妨害のやつを現行犯逮捕した。俺の代わりに署まで連行しろい。ラージャ、おやさん、替え玉バリカドで。ラージャ、ラージャじゃねえよ。何替え玉してんだよ。すぐ返すぐ。絶対騒ぐなよ。わかってるって。悪事は許さないわ。ペアー頑張れブリッジ。でもいくら洗っても着替えても周りには悪臭を放ち続けるんでしょ。はい、あの妖魔を倒せば消えますけど、それ以外では消えません。ミツキ大丈夫か。お兄ちゃん。大丈夫か。約1年ぶりに妹からメールが来たと思ったのに、なんてことだ。ブリちゃん、ブリチュアのように強くなれ。よしこ。あ、ブリチュア負けそう。あブリチュア本格的にピンチ。よしこだ。おい大丈夫ですか。大丈夫です。何とかします。全然大丈夫じゃないよ。うるさー。確かに心なしか空気が重い感じがするわね。重いというか止まってる。なぎ、言えて妙だな。こんな時は妹と二人肩を並べて帰った方が良さそうだ。すでにいないけどな。なぜだ。ヒロミと一緒に帰りたくないからだろ。なぜだ。お前が嫌いだからだろ。なぜだ。常にそういう態度だからだ。言われなくったって私はとっくにプロデューサーの肉便器よ。あんたは黙ってて。アイドル以前に侍としてそんな汚れたものを握れるか。侍が握っていいのは剣と有力者の弱みと柳生家の実質的支配権と遺産相続権と株とおにぎりだけだ。いろいろ汚いもん握った手でおにぎり握るな、セレブ侍。すまん、ブリ！ビニャー！ブリ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 ！たまに骨はない。そういう問題じゃないんです。じゃあ何が問題なんだ。何の問題です。このような汚らわしい男の玉がセレブにふさわしいわけがない。ん、誰の玉が汚らわしいだ。てめえより血は少ねえぞ。ツルツルだぞ。いや、私の方がツルツルに決まってんだろ。だってさっき新年早々言ってツルツルのヌメヌメに洗ってもらってきたところだからな。これがその証拠。あ、それっていちご味ですか。うん、よかったら一口どう。いいんですか。いただきます。うん、おいしい。お返しにレモン味食べます。ありがとう。何をしてるんですの。食べ比べですけど。食べ比べ、くらくらくら。その手があったとは、クロコ一生の不覚ですわ。では、私とも関節器もっとい、食べ比べよ。あんた私と同じイチゴ味じゃない。バカ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 、クロコのバカ。罰ゲーム。負けた人は自分のスリーサイズ。すいません、嘘です。じゃあ、今日の下着の色、自分のセクシャルポイント。体を洗うときまずどこから。初恋のエピソードを語る。
とか。まあそのくらいなら。初恋のエピソード。この消火栓のボタンってすごく押したくなる魔力があるよね。そうだね。あ、ブブブ、押してみたら。それ前押したら音とか鳴らなかったし。え、本当？嘘。てめえ何言ってる。背中押してんだよ。お前が押したんだろ。何言ってんだ。だいたいお前前からムカついてたんだよ。やめなよ、人が死ぬかもしれないのよ。私そんなに子供じゃないよ。確かに子供じゃねえよな。俺はあんた好みだぜ。うわ、本当に？じゃあ教えてくれる？でもやっぱりただってわけにはいかねえよな。お金なら少しは出せます。金もいいけど、こういう時はやっぱりこっちの方かね。お、でもそういうのはやっぱ怖いっていうか。私まだよく知らないし、やっぱりお金じゃダメ？ダメかな。とにかく泣くないで。だって私うるせえ。名前より酒持ってこい。酒。誰だこのおっさん。ふっくらしい。ふっ、守護霊アルチュー。アルチューってなんだ。どこのパチモンだ。わあ、私のピッチュー。酔っ払いどっかで見たことあるぞ。っていうか栗山さん、その格好は何？バイト中だったんです。まさかこんな格好させられるなんて。さくら先に返しておいてよかった。不愉快です。不愉快です。マスター起きろ。焼酎切れちゃったよマスター。どんな起こし方。おくさ。だからいつも寝起き機嫌悪かったの。アルコールアルコールあるある。眠い。ある。おしっこしたい。ある。トイレ行く。ある。あるってお前が言ってたんかい。語尾じゃなかったの。ただの酔っ払いの叫びだったの。ドキドキドキ。この手応え何か懐かしいよな。何をする。なんなんだあいつは。いきなり。うわー、俺払いたい。死ぬかも。マダさん、家に送って。すぐに送って。え、足を出せ。飛ぶって。その広くてたくましい背中に。任せて。長澄さんは私が送っていくけ。マサさんは明けのっちと二人で稽古して。それじゃ意味ねー。じゃあ明けのさん、その件は。だから貴様はなんで邪魔ばかりする。喋りますかね。喋るよ。聞きたい。どう考えてもさっきのは撫ですぎやろ。